どうも皆さんごきげんよう、バー君です。突然ですが皆さん、ゲームのキャラに名前をつけたことってありますよね。主人公が男の子だったらかっこいい名前を、女の子にしたらかわいい名前をと、いろいろ考えた結果、ものすっごい時間が経っちゃったということ結構あると思うんですが、それと同時にふざけることに力を注ぎすぎた結果、もはや物語どころではなくなっちゃったという経験をした人割といると思うんですよね。ということで今回はそんなツッコミ見どころ満載なおふざけネームを一緒に見ていこうと思います。最初は画像を見て突っ込むツッコミ系動画で、その後は名前に関する怖い都市伝説でも紹介しようかなと思ってます。それでは早速やっていきましょう。登録してね。というわけでまず最初はこちら。お、これはポケモンダイヤモンドパールの七日窓博士ですね。やっぱり博士なだけあってすごく貫禄のあるおじいさんですよね。4とす6は3だね。博士？あ、大木戸博士だ。博士聞いてくださいよ。さっき七日窓博士がこんな簡単な問題間違えたんですよ。どう思います？くせろ。言い過ぎだろ。あ、これは画像を見る限りかなり緊迫した状況ですね。ダメだ、勝負の最中に相手に背中を見せられない。ショタコンが南アフリカで感染開始。ショタコンが初めて人間に感染した。まだ弱く暑さの中でしか活動的ではないので、より多くの人間に感染させるため DNA ポイントを使い進化させなければならない。真面目に読んだけど無理だな。何言ってんだこいつ。あ、これは動物の森で島の名前を決めるシーンですね。島の名前を提案してね。恐ろしく早い人、俺でなきゃ見逃しちゃうね。お出かけすっごく楽しみにしてました。こんな風に二人で電車で、少し特別ですね。今日も知らない場所のこといっぱい教えてくださいね。お前じゃねえよプロデューサー。え、花村陽介。お前がいてくれて助かったよ、ありがとな。俺。ええ、ダヴィンチ。よし来たぞ。相手も間違いなく美味しい卵かけご飯ちゃんを嗅ぎつけてる。何の話？待って、うざいんだよ。お、なんだなんだ。さあ始まりました、ポケモンオンラインマッチ。ベル選手、一体どんなポケモンを繰り出すでしょうか。シン、のび太と荒れ狂う出来過ぎを繰り出した。なんとまさかのドラえもんコンビだ。失格。私は全てを見通す人間と魔族の子、ビソキンなかったよ。だからなんやねん。ランディオール大帝。我が息子、ビソキンなかったよ。お前もかい。サオリ、アリススクワット。だから頼れるのはもう消去法で先生しか。大丈夫ぞ。これはフレンドマッチしている画面ですかね。ハマ矢印 N 星1、ハマ矢印 N 星2。マルカイ4眼オンビニボルカイ5ヘルイン。長い長い長い。あ、これもさっきと同じ画面ですね。 1P 西住真帆、 2P 西住美穂、 3P もうなぜ殺した 1P。 すいません、よそでやってくれませんか。カラッとあげるぞ、お願いします。すいません、よそでやってくれません。あ、マリオカートだ。チーチーバキバキアンママキ。取り席お願いします。しずえ、私の胸でおちんちんを挟んでもよろしいですか。え、胸なくね。お、これはなんだか賑やかなシーンですね。ポテチも分け合ってすごく楽しそうですね。俺 ATM と一緒に食べようと思ってお菓子買ってきたのに。女の子 ATM と呼んでんの？どういうご関係性で何喜んでんねんお前は。すいません、こちらにだるいやつ来てます。来てません。その名はよしてください。僕はただのうんこしたいパウエルです。あいつはほどな。じゃじゃんに。あ、これはウマ娘の一部シーンですかね。え、お兄ちゃんトレーナー、下がってろ気持ち悪い。はい、チンチンがレベルが上がった。金玉を叩き落とした。次行くね。では次はちょっと趣向を変えまして、ちょっと怖い話でもしましょうか。というわけで今回紹介するのはこちら、悪魔の呪い。こちらは私が大好きなゲームペルソナ5を制作したアトラスという会社で起きたとある都市伝説、もとい事件でございます。
ペルソナって本当に素晴らしいゲームなんですよ。シリーズは1997年に始まったんですが、今のようなスタリッシュなゲームに変わったのは2006年のペルソナ3からで受け入れやすいゲームとして作られたんですが、その前の1、2も素晴らしいストーリーはもちろん社会風刺な逃げないセリフが人生にとても励みになる名言ばかりなんですよ。特にペルソナ3はリメイクがもうあと1ヶ月で発売されるんですよ。圧倒的グラフィック、全部のセリフにボイスが作っていた豪華仕様なんですよね。でもこれ聞いてそんなの我慢できない人もいると思うので、まずは P5R から購入しましょう。P5 ではありません。P5R です。やるなら絶対。兄ちゃん早く開け。あ、はい。パーキ。すいません、止まりませんでした。本題に戻りますと、このペルソナ、もともと女神転生という作品から始まり、そこから派生作品で新女神転生アバタールチューナーという作品が出されているのですが、このゲーム特徴として昔実在した歴史の教科書にも出る人物や神話上の神様、悪魔などを味方、敵、ペルソナとして扱っているんですよね。あ、そもそもペルソナというのはですね、お兄ちゃん、あ、はい、すいません。パーキ。例えばですね、この義経というキャラ誰かわかりますかね。そう、歴史の授業で必ず出てくる源の義経ですね。これはほぼそのまんまですが、推理小説によく出るアルセーヌだとこんな姿だったり、卑弥呼だったらこう、大天使ルシファーだったらこうだったりとね、うん、描いた人の頭の中を覗きたいと、このようにバリエーション豊かなキャラクターが100体以上いるのですが、今回はこの中から2キャラにまつわる最強の都市伝説を紹介していきましょう。そしてここがやばい。ではまず最初に紹介するのはこちら、美釈寺様でございます。長野県の諏訪大社という場所に祀られている実在する神様で、病を完全に治す病気平癒、子孫繁栄、農作物が立派に実る、五穀豊穣などのご利益をもたらす土着信仰の神様ですね。はい。で、本来この美釈寺様、ゲーム開発初期では他のキャラと同じように様は付けられていなかったんですよね。しかしその開発している最中、謎の霊障、簡単に言うと憑依したかのようにスタッフが狂い出すといったことがとんでもない頻度で発生する怪奇現象に見舞われ、おまけに開発スタッフが次々と高熱を出し倒れるという事態へと発展してしまい、いろいろ模索した結果この様付けをすることになり、以降この怪奇現象は鳴り止んだそうです。ちなみにこの美釈寺様、本来は美釈寺様という名前らしく、おそらくこっちはその強い呪いを避ける一つの方法だと考察されておりますね。なので皆さんはくれぐれも美釈寺様をバカにすることがないように。例えばこの姿を見てもチンコ、知るかと思った。次行くね。お次に紹介するのはこの将門公というキャラクターでございます。平の将門という平安時代に実在した関東地方で猛威を振るった最強の武士で、豪族豪商の証としてここでは公と継承が付けられておりますね。諸説によるとこの将門公、戦に負けたことによって晒し首となったのですが、なんとその後全く腐ることなく生き続け、最終的にその首の下を探して空高く飛んでいったという化け物じみた逸話が存在するんですよね。まあ正直皆さん、という感想しか出てこないですよね。しかしこの後起きた事件に比べれば先ほどの話が可愛く見えてしまうんですよね。さてどんなことが起きたのやら楽しみですね。嘘、めっちゃ怖いです、助けて。最後まで見てね。時は遡り1997年、全てはここから始まった。この時アトラスはデビル様なソウルハッカーズという、これまた悪魔を用いた作品を制作しておりました。その当時の将門公は先ほどの美釈寺様と同じように制作段階で継承をつけられておりませんでした。ですがここで起きたたたりは先ほどとは違い、攻略棒に載せた将門公のイラストがうっかり右手だけ中央ページを境に切れたように載せられたんですが、その結果スタッフの一人手が粉砕骨折しました。しかも将門公と同じ右手というね、これは偶然かそれともという不思議な都市伝説。ああ恐ろしい恐ろしい。え、何、もしかしておばちゃん、
やったー、これに終わりだー、イエーイ。じゃあ、あとはエンディングに向かうだけだ。エンディング、エンディング、エンディング、エンディング。一体いつから都市伝説が一つだけと錯覚していた。そう、実はもう一つあるんですよ。まさかどこから受けた最強の呪いが。というわけで。はぁ、都市ケーキー。時は2013年、当時新女神転生4ファイナルというゲームを完成させたアトラス。しかしその時のアトラスは絶対に触れてはいけないタブーを犯してしまったのです。それは何か。そう、神社でのお祓いをしなかったんですよね。ピンときてない方もいると思いますが、ゲーム会社というのはゲームにつきものがなく売るために完成前にお祓いに行くことが多いんですよね。特に神や悪魔を用いる作品が多いアトラスは恒例行事として参拝を欠かさなかったのですが、ではなぜ行かなかったのか。当時のスタッフだった方によりますと、悪魔や怨霊がお祓いで取り除かれると作品が綺麗なものになってしまう。それなら取り付いてもらって怪奇現象が起きた方がいいよね。とこのような冗談めいたものが徐々に伝染してしまい、本当にお祓いせずそのまま発売してしまったんですよね。すると何が起きたのか。親会社が粉飾決算で破産して怒涛に前がきました。そう、なんとこのゲームが発売されて1ヶ月後、親会社であったインデックスという会社が粉飾決算。簡単に言うと、親に怒られたくないからテストの点数上から書いてごまかしました、あの超高額版をやってしまい、そのまま破産してしまったんですよね。まあ結果的にその後セガという会社が拾ってくれたことで現在もゲームが作られていますが、もし何もなければどうなっていたことやら、考えるだけで恐ろしいですよね。はい、というのがまさかどこのたたりと言われたものでございました。ちなみに現在ではこのまさかどこ、ゲームによって別の呼び方がありますが、どれもが必ず敬う形が取られるようになっているんですよね。なので皆さんは学校でこっくりさんをやったり、夜中に心霊スポット行く人がいるかもしれないんですが、ふとした遊びで取り返しのつかないことになるかもしれないので、気をつけるように。何が起きるか知りませんからね。すみません、よくわかりません。びっくりした、シリが反応しやがった。もうやめてよ。おっと、チャイアムに見てくれてありがとう。みんなこのチャンネルを登録して。最近このチャンネルね、登録者がぐんぐん伸びてる伸び盛り YouTuber だから押すしかないよね。他にも Twitter、Instagram、サブチャンがあるので、よかったら登録してください。あと、もしこのマー君兄弟にやってほしいなっていうのがあったら、コメントか DM してね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。Thank you.